昨日、習近平国家主席は大阪で安倍総理大臣と会談しました。その中で習主席は次のように述べました。現在世界は100年に一度の変化を迎えており、グローバルガバナンス体制は再構築を迎え、国際枠組みは変化が加速している。両国間中日两国拥有越来越多共同利益和共同关切。今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入令和时代。我们要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系，使中日关系成为维护世界和平、促进共同发展的重要积极因素。中方支持日方办好20国集团领导人大阪峰会，期待峰会发出维。